どうも皆さんこんにちは。今回もメタデッキ紹介やっていきたいと思います。メタデッキシリーズファンの皆さん、大変長らくお待たせいたしました。今回はですね、ちょっとご要望が多かった。非常に魔導書デッキあるじゃないですか。スペルブックデッキ、魔導書のあの芝刈りデッキ、あれマジでうざいんで、ターンが長いから目立ってくださいという意見が非常に多かったので、今回ですね、ツイッターのフォロワーさん、主にジャック・ジャックさんとか、いろんな方にちょっと相談をして、どういう構築にしたらいいかとかいう相談をいろいろして、で、メタデッキをですね、組み上げてまいりました。デッキはこちら、魔導書芝刈り学科、周回デッキ。目指すは魔導書芝刈り学科が来たら周回デッキレベルで、ちゃんと安定して勝てるっていうようにした、したいっていう、要望を込みで作ったデッキになります。で、魔導書デッキ のなんかそのギミックの主なところって何かっていうと、魔法カードなわけですよ。魔法カード。で、さらに魔法使い族がいないと発動できないカードも結構あります。たくさん、ゲーテの魔導書とか、あとネクロの魔導書とか、いろいろあるんですけども、魔法カードを使わなくさせるには皆さん、どうすればいいですか？そうですね。ホルスレベル8を立てればいいですね。本当に、これに尽きる。だから、先行でレベル8ホルスを立てられるようにしたかったので、今回ですね、レベル6と、レベルアップ、さらに、迷宮作戦っていうね、これで一応特殊召喚ができますので、先行で。なので、レベルアップを即、アドバンス召喚したホルスレベル、黒炎竜レベル6に打って、レベル8にするという、ギミック、これを主にやっていきたい。ただし、これができなかった場合、めったれないですよ。じゃあどうすればいいか。魔法使い族じゃなくすればいいわけですね。相手の、デッキというか、モンスターを。ってことは、DNA 改造手術と、アンデッドワールドですよ。これ、アンデッドワールドは、これ、フィールド上、および墓地のすべてのモンスターをアンデッド族にするんで、これちょっと一長一短があって、これしちゃうとホルスが立てないんで、アドバンス召喚できないから。なので、これちょっと一丁一短があって、一応これも一応入れてる。DNA 改造手術。これ一応フィールド上にこいつが存在する限り、宣言した種族に全部なるから、だから、ドラゴン族とか、あの辺全部宣言しちゃえば、全部ドラゴン族になるんで、魔法使い族じゃなくなるから。だから、相手のゲーテとか、ネギロとか、あの辺全部止められると。で、一応ですね、迷宮作成を壁にして耐えるっていうパターンもたまにあるんで、そういう場合は、その禁じられた誠意で、これ攻撃力600ダウンするけど、効果の対象にならないのと、効果では破壊されないっていうね、モンスターが、自分のモンスターが。なので、これで一応迷宮作成じゃない、禁じられたじゃない、なんだっけ、迷宮壁、ラビネスウォールを守ったり、そういうこともする。で、一応、袋を積んでるのは、これあれですわ、アンデッドワールドを持っていきたいってだけ。これもしかしたら、あれでもいいかもしれないけど、黒猫でもいいかもしれないけど、ちょっとトラップカードだから、ちょっと遅いので、DNA 改造手術とかをそのゲーテとかで除外されるとめんどくさいから、なので一応これ袋にはしてます。ただね、基本的にはやりたいことは本当に一つで、もう先行でも後攻でもいいんだけど、ホルスを立ててホルスで、レベル8に即して、もうどうぞあがえてくださいという盤面を作りたい。ただこれだけ。今回もですね、性格の悪さがにじみ出ておりますがやっていきましょう。魔導書ぶっ潰すぞ。デュエルスタンバイ。さあ、お相手の方、カイバ君ですね。あんまいねえな、魔導書なんかあんまいねえんだけど、ティクダはまあまあだな。とりあえずこれはまねえか。きたいや、待ったー。あんまもういないのよね、正直。あんま使ってる人いなくて、このソリティアデッキ。いや、ソリティアしてくれ、いいよ。いい感じでソリティアしてくるやん。いいね、動き方。早いね、そして、割といいよ。相手に割と迷惑をかけないで済むように、割とプレイングがこの人早い。よし。ドロー。ちょっと君にですね、絶望という荷物を今から、おお、針星か、なるほどな、墓地壊したらね、オッケー、いいだろう。
今から君に絶望の荷物をね、お見舞いしてあげます。ここはだからこれと、ほんと8組だけやめろマジで、書店に。これで、いいよな。よしよしよし、いいぞ。で、いいか、タイバー、今からな、今からお前に最強のモンスターを見せつけてやるから、待ってろ。どうせそれゲートだろ、それゲートだろ、どうせ自衛かそれ。カイバーゲートか、いいだろ。何も撃ったか、撃つのかこれ。何撃った、フォルスは効かねえぞ、フォルスレベルが効かねえぞ、効かねえって言ってんじゃん。かわいそうに知らなかったのかな。アンデッドワールドを発動。はい、でカードを一枚セットしてバトルフェイズだ。さあくたばれ。よし、そして俺は単位の宣言、エンド時効果レベル6をもちろんレベル8にレベルアップしていく。さあ使いたきゃ使え、魔法カードを社長使えよ。しゃあこれやばいでしょ、使いたきゃ使えよ魔法カード買えば。さすがにさ銀幕とか入ってないでしょ、そんな中自己要因のカード言うて分断とか入ってないっすよね、まさか海馬くん。よーしよし、いいぞ、ドルーカードだ。よーしよしよしよし、オッケーオッケー、効果で破壊されるのクソ強いマジでやばい。俺聖杯じゃなくて聖だこれ、なんでもいいんだけど、とりあえずくたばれ魔法使いどもが。今お前らは全員アンデッド族だ。さあ海馬どうする、ガイバもうやることがないんじゃないか、もうグニモも使えないぞ、セフィロも止めるぞ、魔法使いを召喚したことで、そういった魔法使いじゃねえ、今やもうそのモンスターは全てアンデッド族だ。わあ困ってんなあいつ、どうすんだ、もうこの盤面を覆せる手段はお前はもうないんじゃないか、さっさとサレンダーするがいい。ガイバおっせえな、何してんだよ、もしか遅延か、遅延入るか、まさか。出た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 、まあね皆さんこんなもんですよ、僕が本気出すわ。いや今日一段と性格悪いな、すいません、ごめんなさい、こんな偏った力でランク差にいないんで、あご安心ください。ただ一個言っとくぞ、もう二度とそのデッキ使うんじゃないぞ。対戦ありがとうございました。さあお相手の方ハゲですね、よろしくお願いします。杉浦さん、バイ。割とやっぱりいませんね、なかなか。手札は終わってますね。リスタとかもうね、なんかリスタとした後にサレンダーするのがもう本当こもうなんかもうめんどくさい。あれあれ、今完全に魔導士でしたよね。やばいな、っていうのはちょっとやばいな、まあ、あれがいけるか、DNA がいけるか、まだワンチャン。いやちょっと来たけどな、これホルス来ねえかな、ホルスマジで来て、お願いマジで、これホルス来たら相当強いから、ホルス来たらマジで強いから。いやもうアンテの動き長い、ターンが長いどっけんだろ、作成していく。残していきたいのは DNA だから、誠意はもう残しとか、一応これとむずこれとこれでいいか。で税金を作っていけるでしょ、これでもさすがにあれゲートだと思って、あれゲートだから、でこれとアドバンショーカーして、で、あそれはやべえ、いや、ちょっと待って、それはやばいわ、あそれはやばい、うわ全然想定してないかも、来た、やばい、ちょっと待って、それはやばい。でも速攻さ、これさ魔法使いじゃなくしないとさ、即刻魔法使いじゃなくしないとやばいって、即刻魔法使いじゃなくしないとマジで、ドラゴン族にしよう。
一回ドラゴンズにしとこう。ちょっと本当にめんどくさいから。あ、バテル、オッケーオッケーオッケー。まあでもこれで一応、あの、DNA 改造手術を割ることはできないから、ゲーテで。あれ、あの、魔法使い族がいないとダメなんですよ。フィールドに。で、フィールド上に今、あの、ドラゴン族しかないんで、グリモン、オッケーオッケー。まあそれはいいでしょう。でもさ、こうなった場合さ、あと怖いのはあれなんだよね。あの、ネクロの魔導書っていうの、装備カード。あの、墓地の、あれ。あの、魔法使い族をなんかその、蘇生させるみたいなやつ。ぼっちには及ばないんですよ、DNA 改造手術って。だからそれがちょっと怖い。から、でももうホルス立てらんねえんだよな、頑張んねえと。ホルスいける次のターン、ホルス、あー、お前はまあまあいいな。攻撃矜持、とりあえずでもこれは多分破壊できるはず。なんかどうせ、大したことじゃないんですよ。魔導書のセットカードなんて、ほんとゲーテ以外、ゴミだから、カードは。ダメぞ、よし。いいぞ、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 いいぞ。いや、いいけど、この、車、車が棒立ちちょっとやばいな。あ、やっ、芝刈りを引いていく。この車の棒立ちはちょっとやばい。車の棒立ちに関しては、さすがに、あー、でもなんかモンスターいけてない。やったやった、ドローカード。レベルアップは、まあ、お前はまあ、強いんだけど、ホルス来てくんねえかな。バトルですね。とりあえずこれでぶん殴りましょう。ちょっと車で攻撃していくしかない。もうあとはほんと車で地道にあの突撃していくしかない。これでも車突破できないんじゃねえ。これヒュグロのさ魔導書とかもあれあの1000アップするやつで攻撃力を、あ、やばい、待って、落ちてる、やばい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 、ちょっとやめ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 ろ、それだけやめて。セフェルの魔導書見せて。はい、あ、よかった、バテルしかいねえ。やった、なんか全然全然ゴミみたいなカードしか落ちなかったみたい。あぶねえ。これでですね、ヒュグロの魔導書とかを使おうとしても、もう魔法使い族じゃないので、やつは。だから、攻撃力は上がらないんですよ。まあ、上がったところで誠意、あの、誠意で、あの、返り討ちするんだけど。よし、オッケー、オッケー、オッケー。どうしよう、ちょっと、アンデッドワールドサーチとこかな、一応。ネクロの魔導書、マジでうざいんだよね。これ、意外とさ、もうさ、これさ、アンデッドワールドサーチって、アンデッドワールド持ってきたらもう勝ちなんじゃねえかな、これ。発動しようかな。まあ、いっか。とりあえず、ちょっと、様子見よう。よし、オッケー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 、いいよ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 、いや、今発動してもよかったよね、正直。ちょっとでも、さすがにあの、車でずっとアタックしてるのちょっと怖いな。マジックアブゾーバーとか出てきた時、やべえかな。でもマジックアブゾーバー出てきたら結構やばいな。普通にやべえわ。それだけマジでやばい。そうなった時ってどうしても、もうほんとホルスだけなんて無理じゃね？ガチで。よし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 、でも、いや、なんか、相手もなんか、ゴミみたいな引きしてるわ。いけるわ、これ。これいけるわ。バトル。えい、とう、よし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 よキースさんですね。よろしくお願いします。DL3 倍。いや、もうなんか全然いないんだけど。いや、きついわー、この撮影、ほんと。メタデッキのさ、撮影ってめっちゃ辛いのよね。何をリスタートしたのかな。今、なんかでも、励ましいだな。デーモンか。うっ、来た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 、とてもやばい、来た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 、地獄見せてやるな。ここまで地獄やっと見せれる。さあキース、てめえに絶望の荷物をお見舞いしてやるよ。オラきたー、先行ホルス決まった、先行ホルス決まっていく、ネット高田みたいになっていく。お値段なんと19,800円。どなしばかり、バカ誰がさせるか、バカ誰が、うれ、さあどんどん魔法使え、使うだけ使え、魔法カード使うだけ使え、おいおい使ってくんだから、どうしてお前も、お前もノリで使ってくんのかいバーテル召喚、いいだろう、いくらでも召喚しろ、す
好きなだけ紹介しろ。甲骨ら、あの、なんだ、落とし穴とかだけやめて。甲骨らか。あ、オッケーオッケー。レベルで、アルマの魔導書見せて、使っていいことするか。ホームズのレベル8に止められていく。はい。一応、墓地に魔法カードは3枚溜まったね。はい。はい。いいでしょう。あれも全部どうすんだよ、それ。うまい。残念でしたね。